社会人ちょっと太ってるみたいな、太っちゃうみたいな、スポーツマンとは比べない方がいい。いやそうそう、分かってるよ。でもやっぱ、まあ、太っちゃうっていうのあれだけどね、なんつうの、まあ、でも、そもそも俺の体、心には、うん、あのスポーツマンっていう意識はないから、そのスポーツやってたとかそういう意識ないから、うん、どっちかっていうと、もっとこう、うん、食べちゃうっていう欲に忠実な、ね、あ、これ食べちゃうとあの明日に影響出るなとか、そういうの一切ない、一切ない。あったら何だろう、急にそれまとめたこと言うじゃん。水木のまとめ切りしたいってあるじゃん、あそこの、うん、あれ全部さ、あれのまとめてるのが水木なの。そう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 、社員もいればもちろんアルバイトもいいけど、うん、ちゃんとまとめれるの。結構個性ありそうな人が多かったね、割と。そうだね、まとめるっていう意識はないかもな。いや、分からない。でもこう見えて怒るよ、ちゃんと。まあそれはね、うん、ちゃんと言うとドゥンガ、ドゥンガぐらい怒るよ。マジ？そんなに ちっちゃく怒らない。ドゥンガぐらいは怒るよ。ドゥンガってドゥンガってあのブラジルの日本代表じゃない、ブラジルの代表のキャプテンみたいな、そう、東証ってやつ。そう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 、めっちゃ怒る。怒るよ、どんぐらい怒るよ。言うんだ。言うよ、言わなくちゃいけない。まあまあ、そりゃそうだよ、ね、うん、言わなきゃいけないと、うん、それは一緒だよ、多分。いやだから、あんまりそう考えると俺だって言わなきゃいけないこと言ってたからいじめにはなんなくない。そう、逆の立場で言わなきゃいけないでしょ。言わなきゃいけないと思って文学で言うでしょ。俺だって言わなきゃいけないと思って文学で言ってたから、それだっていじめてるわけじゃないじゃん。でも人格否定だったよね。で全くしてないですよ、俺。人格はマジで否定したことない。あるあ、まあ、人格、あ、まあそうか、確かに養子のことは絶対言ってない。まあそうだね、確かにね、確かに確かに絶対、まあ言われてたかもしれない、もしかしたら。言ってない言ってない、記憶残ってないってことはそんなに多分、いやもう忘れ去りたい過去だったからね。で俺もう絶対に小学校が卒業してからは南部とは会わないって決めてたから。やっぱりもうあんなもう残酷な小学生時代を過ごして、うん、いい思い出だったっちゃあったね。で、なんかただ単に過ごすよ、濃い一年だった。これからじゃない、やっぱり。これから南部を見て、うん、あ、なんかちょっと構成したり、なんかね、もしかしたら一言、水木、あの時ごめんなってこう、リノがトイレに行った時とかで、南部がさっと言ってきたら、あ、じゃあ、許そうかな。ごめんね、人に許せるぐらいだったら、そんな大したことないね。まあ、ごめんね、言えない人だから、言わないごめんねって言えない。ごめんねって言えない人のごめんねはかなり価値があるから。まあ、言わないけど、うん、その人にちっちゃい声でちょっとリノいないから言うけど、あの時ごめんね言われたら、ああそういう心まだあるかと思って許そうかなとは思うけど、まだだから今懺悔中だね。なるほど、うん、まだこう、なるほど、うん、もうすまかったもん、行きたくなかったもん、練習に。もうさ、その会話はもうあのラジオの一通りでもリノさんも伝わってると思うんで。行きたくなかった、でもこうやって面と向かってこう熱を持ってもらって。確かに、本当に行きたくなかった。もうエナメルバッグは投げられるし、マジで物はひっくり返されるし、絶対嘘それは、マジで。え、でチームだけが一緒だったんですか、学校は違う。学校違う、学校一緒だったら終わってるよ。終わってますね。痩せちゃう。だからマジでね、もし今はい、はい31小6ですってなったら、うん、何の平気でこっこり食べてる。食べて、で俺、あ、よかった、何も食べてくれてって言ってた。ありがとう、めっちゃ気使ってるじゃん。俺今のに食べれなくてって言って、うん、ありがとうって言ってる。そうやって自分を殺して、ま、超泣きながら家帰ってた。マジか。ってことは悠々自適と家でなんか見て。俺だけ遠かったの、練習場から。その分泣ける時間も長かったから、やる程度出し切ってからお母さんに今日も楽しかったよ。ああそこは一人の時間なんですか。うわー、なんか切ない。家帰ってどうだった、みつきどうだった、今日も楽しかったよ。引き継ぎだから今日も楽しかったよ。切ない。あれ経験したらもう怖いもんないの。社会、部活とか、講師、大人が怖いもんない。それいっぱい怒られてたのは水木さん以外にもいるんですか。ほぼ俺。
ったやっぱり、うん、勝ち負けとか、うん、勝ち負けは 一分野で、うん、とにかくこだわった。インドネシアって今何一番入ってるの？ご飯お店わかんない、俺らのところ何入ってないんじゃん。ああ、そうか、島なの、うん、そもそも行かないからさっき、ああ、ひたすらなんか、全然なんか、でもこっちから持ってってあの飯が毎日出てくるってすごいね。そっか、でもかなり持ってってる。あっちで買うよ、そのジャカルタとかバリっていうところがあるから。もう2連休あったら飛行機で行って、うん、あ、飛行機で行くの、うん、飛行機でジャカルタまで2時間半ぐらいかかって、バリまでも1時間半ぐらいかかって、すごい生活のレベルが違う。それで食材スーツケースに詰め込んで持ってきて、きつい、きついね。住んでる近くにはないんですか？いや、あるんですよ、あるんですよ。なんか変な変なのあるんですけど、うん、なんかそこで買えないやっぱ食材がめっちゃ多いんですよ。例えば納豆もないとかないし、そういうことか。え、あんの？逆にジャカルタとかに全然ある、全然あんの？ジャカルタとかに日本人、日本食スーパーがあるから。へー、日本のもの。あ、そうなんだ。多いから、駐在の、うーん、そう、トイレとか連想とかさ、海外駐在の人がいいから。なるほどなるほど。そういうところには大体ね、なんかあるね。あー、なるほどなるほど。あ、確かにそうだね、確かに。絶対飲まなきゃいけない薬を忘れた。え、マジで？え、もしかして死んでくれんの？飲まなかったもしかして。いや、死んでない飲まなかったら死ぬわ。でも、え、どうぞ持ってきてくれんの？いや、なんか電話するっつって、いや、俺がどっかまで行って受け取るかどうしようか。超やばいじゃん、普通にそれって。でも気づいたの今で大丈夫だったんですか？ずっと。あ、全然全然、うん、夜飲めばいいんで。パン屋さんと何もが喋ってるから面白くない？確かに面白いね、うん、絶対関わることないですもんね。てかね、てかアパレルも面白いし、うん、ね、全部面白い。てかさ、単純にさ、南部が行ってる時にボイスレコーダーでオンしといて、うん、ある程度1時間とか1時間半ぐらい喋って、で、リロにポンと投げて編集したら結構かなり上手なんできそうじゃん。確かに。あ、お相手さえ良ければ、ね、全然そんな気張った感じじゃなく、ただ喋ってて使えるとこだけで全然。今回はこういう仕事の人と喋ってきましたみたいな、うん、ちょっと入り口だけオープニング作って、うん、モックイングだって最悪その場じゃなくて後取り。あ、そうそう、後取りでいいから。確かに、それいいわ。めっちゃ面白いと思うよ、ね、ナンバーはどういうご質問をするかかなり気になる。こういうわ。ねえ、金属が質問するってことあんまない。おもろくない？なかったですね、うん、でもナンバーも一応多分大人だからさ、うん、何かこう相手の意見も聞かなくちゃいけないし、今日時間作ってありがとうございますとか言うわけでしょ。いや、それは面白いな、多分、うん、水木さんだけですとお母さん。めっちゃいいよそれ、うん、いや、そこまで人脈いたらそれいいと思う。確かに、うん。今のうちにそういうのをこうさ積み重ねておくとさ、うん、なんかこう生きそうじゃない？うん、ね、生きそう。めちゃくちゃいいっすか？やめても全然良さそう。でもしかしたら亮太もいいかもしれないし、風雅、うん、もいいかもしれないし。さっき言った1万分の1の価値みたいな話じゃん。うんうん、もう大丈夫ですか？ありがて、うまそう。うまっ。うまっ。ティッシュ、あ、ありがとうございます。うまっ。はい、使ってください。飛躍戦で。うん、ありがとう。あ、パンもいただいていいですか？落ちちゃいました。あ、はい、落ちました。同じの、ボカッチャになっちゃう。あ、パンが、まあ、大丈夫です。ありがとう。はい、俺の方にこう倒してくれるのはさすがだよね。そう、一番上の一の話したかった。忘れてた。うんうん、なんか100人にその専門職みたいなのって100人に1人、うん、で、まあ、1問じゃない、じゃあ
サッカー選手、サッカー選手って卒業して大学卒業してサッカーやってる人でサッカー選手ってなったら大体100人に1人ぐらいの割合大体ね、うん、でその100人に1人ってそんなに価値ないわけよ、うんうんうん、100人探す人意外といるなと思った、うん、なんか例え話だよ、例えば例えばじゃあ電通で働いてる人、うんうん、言ったらじゃ社会人の社会人で大卒、うんまあ、卒業して社会人で働いてる人を100人集めたら1人ぐらい当たるみたいな、うん、なるほど例えばねなるほどでその1人って全通はすごいんだよ100分の1の価値しかない、うん、ただその100分の1かける違ってだから俺がサッカー選手だけやってサッカー選手だけやってたら同じサッカーやってる人たち100分の1だけどそれが例えばねじゃあファイナンシャルプランナー1級の資格を持っているサッカー選手ってなるとファイナルするプランで100分の1のやつから 100×1、100×1 なんてこれ1万分の1なの意味がないそうすると1万分の1ってめちゃくちゃ希少価値があるからすごい金を見るわけよ金というかいろんなものを見るわけよだからこの1万分の1にならなきゃいけないっていうのがあるんだけど今のラジオもそうじゃん例えば俺がサッカー選手サッカー選手であれば 100分の1の中でやってるだけだけど俺が例えばじゃあだからシェフとかさ、でもじゃ弁護士ってやると100分の1かけ100分の1、100分の1でこれは1万分の1の空間を作るわけそうすると見てる人はっていうのは価値生まれるいや、そう、いや、まさにそうだと思う、うん、何分と 何のコンテンツをかけるかによってかなり違うと思うんだよねこれがいいでも何分が楽しくないと意味ないし何分らしくないといけないっていう意味で言うと毎回違う人に会うっていうのが一番いいと思う、うん、はい、これがいい、うんうんしかも南部は本当同業の人とはつるまないから、うん、なんか毎回同じなんかどなんとかチームのサッカー選手ですとか言われてもさ、うん、知らない人でしたら知らんがなじゃんそれあんま俺もやりたくないんだよ、ねうん、だったらもう違う業界の人と喋ってもらった方がこっちのファンもいるし、うん、こっちのファンもいるしねしかも題名1個つけるだけでも結構ねって思うよ、うん、そう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 皆さんがこう作ってくれるじゃん、ね、いいと思う例えばイロハス商品開発部とか面白いサントリー役員とかさそうそうそう、ね、それだけでも、ねうん、元巨人軍なんとかとかさ それだけで多分クリックしてくれる、ね、聞いてくれるから、うんうんうん、入りが現役プロサッカー、うん、海外プロサッカー選手とかさ、うん、そういいよねそれね、うん、フレンチシェフ、うん、あパティシエとか、うん、いいよねめっちゃいいいいよねめっちゃいいちょっと俺もやってみよう面白そう明日とかいいよね、アパレルとかね。聞いてみようかな。確かに。それめっちゃいいわ。ね。それやろう。これも。それめっちゃいい。結局、ホリエモンが一人だったりしてるんじゃなくてさ、なんかの牙城を崩してるときにホリエモンが一番楽しいじゃん。うん。ね、うん。確かに。なんかそういう感じだよね。それでもう、ビロンさんが。うまいことやってくれればそれでちょっと出たわけはどんどんネロさんに入ってくるから増やしそうだよ、ね、本当にねそれなんか YouTube っぽくないどう、うん、いや面白いと思うねなんか収なんかわかんないけど収益な可能性もまだありそうだよね、うん、あると思うどこでどうするかわかんないそうそうどこでねこっちもこれさカリスマ保育士とかさなんかおもろいじゃん対談相手としてさおもろいおもろいねえ、うん、元囚人とかさねえ、ラムがもうコメンテーターというかさパーソナル、うん、なんとかみたいになってなんかこう繰り広げると面白くないいや、おもろいな少年に入ってたとかさマジでいるんですよ、そんなすぐ見つけられる少年で そしたらさ、ラムはさサッカー選手と戦うんじゃなくてさキャラクターとして向こうから真っ向勝負挑むわけじゃんそう面白くないサッカーの品っていくらでもできるけどそう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 結構当たり前すぎる、うん、そう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 、うん、あのねあのドクロをドクロになればいいじゃん言える人が戦っていくってのは俺面白いと思うよ確かに、うん、いいわちょっとそれマジでいいわねでお互いがお互いの業界のあるあるを知る当たり前を知らないからうん、うん、絶対新鮮それ聞いてて面白いと思う、うん、確かにそれもないだろううんうんそれがいいよ、うん、そうすると方向性も結構別に決まった方向はしないけどそれだけでも誰でもいい、うんうん、割とこう大枠はできたから、ね、できたうん確かにいいと思う吉田さん何でも入れ込める農家さん漁業の本当に何でもいいですよねフリーターフリーター悩み相談室
みたいなのが。そう、悩み相談もいいじゃないですか。ソムリエとかめっちゃ面白くない、うん、ブリュワリーとかさ、なんかいいよ、ね、そしたら俺もなんかこう人脈増やしていく意味があるよね、意味がある、うん、ありますよね、もっとこういうのに広げたいなって多分自然になっていくだろうな、うんうん、だってさ、ある程度さ、まあ、週に1回、10日に1回、2週間に1回で喋ってる俺らでさえ、今回のこの1ヶ月のスケジュールでさ、何度がどの頻度でどういう人たちと会ってるかって知らなかったわけじゃん、そうですね、ね、それをなんかせっかくだったらこうやってやると落としたら面白いですけど、シンプルに更新頻度増やしたいですしね、なんか、うん、そしたらさ、俺らだけじゃない、やっぱ外だとよりえいよね、そう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 、確かに、うん、うちらだけとやっぱ今のペースが多分限界かなって感じがしますけど、もしそのちょっと会うとかが日々であったりするんだったらいいですよね、そうだね、うん、だ全然ズームとかしなくていいもんね、そうそうそう、電話ぐらいのぐらいでもいいですし、うわこれ日本に来た時にもう早めにねえ、わねえ、まあ次帰国する時は絶対、いやでも薬飲まずに死んでた次は墓の前で墓の前で次は墓の前で南部これの母さん、確かに元巨人軍とか結構引きあるよね、うん、そう思うのが、巨人軍なんだけど病気になっちゃって、その人、うんうん、それでイップスって分かる、うん、イップスにもなっちゃって、うん、で結局育成選手止まりで何年かな、明治大学卒業して読売巨人軍入って、で4年かな、4年ぐらいで戦力になってたの、あらば、それで自分で授業して今やってる選手なんだけど、へえ、面白い、そう本当に病室に行った人じゃないから、うん、はいはい、それもそれ絶対いるね、うん、やっぱもちろんうまく進めばいいけどね、こともうん、そういううまく全部がこう行った人じゃ分かんない、うん、気持ちって、うん、ってことがあるから、うん、しかもなんか知んないけど南部ってそういう外の人に対してはさ、なんか定性できそうじゃん、めっちゃ行くよ、でしょ、なんなら質問とか考えていきそうじゃんだからなんか変にこう構えてる南部じゃなくて、構えてるっていうか、なんかこう王様っぽい聞いてみたいな感じじゃなそうだから成立しそう、初めて俺ってどっちかから向けようなのふざけんなよ、確かに、例えばじゃあ初めて会う人3人で会ってて、先輩ため年下として先輩ために、うん、先輩に敬語使ってて、あ、うん、先輩じゃ先輩後輩使い分けてね、そう、気になんかっていうかめんどくさいし、うんうん、例えば俺が逆の立場で、そしたらそいつの結構多分見るから、はい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 、こいつさ人の年齢結構人見る人なんだなって思っちゃうから、うんうんうん、そういう風になんか自分の隙見せない誰にも敬語でくるしかもずっと自分が下の年でもなくなってきたしね、そう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 、俺マジそういう人の上に立つ準備してるから俺結構いろんな準備してるから俺常になんか相手がどう見えるかみたいな、見えるかって結構意識してるから、逆に南部がタメ語を使う仲間内ってのはどれぐらいの感じなんですか、比較的仲良くなった人、付き合いが長いとか、うん、まあそうだね、あと昔から知ってるのかとか、りょうたろか、タメ語タメ語、あれよかったもん、でそれ昔から知ってるし、あでも新しかったりとか したりそんなにこう長くならなかったりしてる人はタメ語、まあ要は面白いポイントだと思うけどね変にこう仲良くタメ語同士の対談よりかは敬語の会の方がスマートだよね、見え方も良さそう、距離があるっていうことがよりなんかこうお互いの遠慮がこうあるからこそ聞けることとか絶対ある、うん、あとなんかこうお高く見えそうじゃんお互い敬語だとさ面白そうだな、
3人で撮るのでは生まれない空気ですよ。うんうんうん、だからもうめちゃめちゃ緊張してほしいな。まあ、話すっていうところが今回フォーカスされてるから、ぜひ面白そうだよね。そう、面白い、俺結構面白いと思うな、それ。それしかもそういうのやってるし、めちゃ忙しいね。サッカー選手、うん、確かにそうだね、うん、サッカー選手バーって今見てもあんまりそういうことやってる人いないよね。うん、そもそもサッカー選手でラジオやってるって多分そんなに良さそうだし、ね、うん、私今はそんなめちゃくちゃ有名なサッカー選手のラジオってないから、うんうん、まあ、まだ狙えない。あと仲間内感強いよ、イエーイみたいな、なんか同じチームのなんとかです、あー、ね、そうだね。そうするとなんかさ、ちょっと偏ったチャンネルじゃん、枠が狭くなっちゃうから。そう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 、いいんだけど、なんかちょっと物質見せられてる感じで、ね、ちょっと萎えるというか。そう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 、あ、すげえ分かる。うん、で、ナムはキャラクターと昔からあんまり同業者とは絡まないスタンスだから、面白いと思うんだよね。確かに着ぐるみ歴20年とか、なんか面白くない？なんかさ全くストイックな人で、そしたらさ、そういう人たちにアタックできるじゃん、YouTube、うん、YouTube チャンネル持ってる人に、うん、我々こういうチャンネルやってて、異業種で対談形式でやってるんですけどとかって言ったらさ、探しやすそうじゃん、うん、確かに銭湯経営とかさ、うん、なんかもういくらでもいるじゃん、うん、俺銭湯経営したやついるよ。あ、そう、ほら、それとか最高に面白いと思う。確かに、それがいいね。うん、もう全然めっちゃ面白いと思う。それともそっちの枠取れんじゃん、うん、銭湯とかで、まあ、経営者と対談って何でも面白い。面白い、うんうん、面白い、めちゃくちゃ面白いと思う。そうだね、めっちゃいいと思う、マジでコンテンツとして、うん、そうだね、何部だけじゃないじゃん、うん、取れる枠が、うん、それ確かにすげえいいよ。